2019年度2020年入試の振り返りですね。どんな人が合格して、早稲田を目指すような受験生2タイプまず大きくいるんですよ。まあ、大体その手で落ちてるケースが多いので、あんまりなってみたりするとものすごい宇宙塾ね、めちゃめちゃ生徒の答案採点しまくるんで、弱さを発揮する大変理科2個あるんだけど、どっちかを攻めどっちかを守りにすることが大事なんですよ。では始まりました、もちえチャンネルです。今回はですね、やってきました準レギュラー、寝ても覚めてもヒラくんワールド夢中にさせちゃうぞ、早稲田合格塾代表のヒラです。よろしくお願いします。何それ、知らないんですか？知らない。ゆきりんですよ、ゆきりん。あ、最近 YouTuber ゆきりん、ゆきりん、そっちじゃない、そっちじゃない。いわゆる僕と同郷の鹿児島県出身の AKB48 のゆきりん、柏木ゆき、柏木ゆき、そう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 。最近 YouTube 始めたんですよ、彼女。今回はですね、早稲田ちょっとね振り返ってもらって、合格、早稲田一筋40年かな、40年じゃない、まだ11年目です。のちょっと足りないの塾をねやってるから、2019年度2020年入試の振り返りですね。どんな人が合格して、どんな人がダメだったかも言ってくれないですか？そうですね。今回に関しましては、これうちの業界全体の話になってくるんですけど、早慶はね、去年と比較するとね、なんか調子が良かった、調子が良かったって言ってる予備校が多いですね。うちの塾の先生たちもいろんなところに出向してるんで、駿台だったり河合だったり増田塾だったりに出向してるんですが、結構ね、なんか去年と比較するとですけど、ちょっと上向いたなっていう風な感想が多いらしくてですね、合格実績が良くなる、いわゆるそういうことですね、早慶に関するところで。で、まあ確かにそのうちに関しても、ここ2、3年どんどんやっぱ苦戦してたわけなんですけど、例年と比べるとぐって上向きましたね、またね。それはあれですか、うちのチャンネルから人がいっぱい行くからなるから、優秀な人がね。そうかもしれないですね。ありがとうございます。インフルエンサー、インフルエンサー、本当インフルエンザ、インフルエンザね。いやでね、例えば今年だと整形と法学部で3人ずつ受かったし、で特に社学なんかだと補欠合格での繰り上がりも入れて11人合格者出てるとか、小学部なんかも8人合格出ましたし、なんでまあなかなかいい感じで、早慶はちょっとこう合格者が出たなっていうような感想ですかね。でね、あとは今年の特徴的なとこで言うと、マーチラインのがむしろ特徴的だった。少なくともうちの塾に関しては毎年の公式があるんですけど、いつも毎年の例で言うとセンター利用で大体マーチを取る人が 50% ぐらいいたりして、マーチカンカン同率ですね。センター利用は今年は蓋開けてみたら厳しかったですね。そうだった。例年と比べるとね、3割減ぐらいですね。20% ぐらいしかマーチカンカン同率抑えられた子がいなくって、センター利用難しくなってた。ちょっとセンター利用大変でしたね、今年ね。点数はね、例年通りぐらいなんですよ。要は 83、4、5% とか取っていって、でマーチカンカン同率ラインでなんとかうちの受験学年の生徒の 50% ぐらいが抑えていくよっていうような。でその 50% の中からどれぐらいが早稲田まで入っていけるかなみたいな。けど今年は千里の調子が悪くてね、ちょっと嫌な予感してたんだけど、一般マーチ一般早稲田で持ち返してくれましたねっていうような感じだったから、話戻すと、来年どうなるか分かんないけど、でも少なくとも今年に関しては他の予備校もそうですけど、早慶とかは調子が良かった、マーチもそれに伴って良かったんじゃないかなとは思いますね。でこれからまた受験学年に、ね、なった人たちいると思う、もう4月になってますから、いると思うんですが、じゃあどういう人がね受かったんだっていうね、ちょっと資料を交えながら、ちょっとこの子はこんなタイプでしたみたいなお話をしていこうと思います。まずですね、おそらく早稲田を目指すような受験生には2タイプまず大きくいるんですよ。男と女。違う。じゃあ成績の話ね。でまずね、資料1ドン。うちの塾生、いわゆる偏差値が63、4、5以上ぐらいあるような人。頭いいけど落ちちゃいましたっていうのはそうですね。こういった層はうちの塾に入ってきて練習したりすると、結構ね早稲田無双したりするケースが多いんですよね。でなんでかっていうと、こういう子が落ちた原因っていうのは何にあるかっていうと、現役生特有だったりするんですけど、いわゆる過去問への習熟度がね結構低かったりするんですよね。いわゆる学校のこととかと勉強をバランスよくやらないといけないがゆえに、なかなか過去問演習まで手を回す時間がなかったっていうところもあって。で、もう最後の最後、こう、冬休みぐらいになってからガチャ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 ってね、うちのね、前の動画でもやりましたよね。過去問ね、夏休みぐらいからじっくりと習熟度を高めながらやっていけよってね、最後にジャンクフード食べるような過去問のやり方しちゃダメだよってね、まあ大体その手で落ちてるケースが多いので、頭いいのに落ちてるっていうのは。だから、まあ丁寧にこう過去問のやり方とか、こう、早稲田の傾向と対策みたいなのを叩き込みながら習熟させていってあげると、まあまあ、割と早稲田に関しては問題なく合格していけるっていうケースがまあ多いですよね。だからこの子に関してはもう政経、商社、教育、文ね全て無双しましたと。なぜか文化構想学部だけ落ちましたマーチ全て受かりましたって書いてますねっていうことですね。でこの子からはね、なんか嬉しさのあまり夜中に僕に電話がかかってきたんですけど、残念ながら僕スポーツジムで運動してて出られなかったんですよねそう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 、そんなこういうケースもありましたね。はい、この手のタイプの方は、だから話に繰り返しになりますが、まあ、まだほんと63、4、5ぐらい自分の偏差値がある方ですね。結構この1年のテーマは、いかに過去問の習熟を高めるかってことになります。うん。なんで、まあ、過去問に、まあ、8月ぐらいに入れるように、こう今のコンディションを、こう、高めて、で、整えていくことですね。はい。なるほど。整いました?はい、整いましたか?はい。で次のケースは、まあ、単純にこう実力が足りてない受験生、いわゆる具体的に言うと、まあ、例えば高校2年生まであんまり勉強してこなかったんだけどとか、あるいは、まあ、浪人生なんだけど、まあ、現役生の時はやっぱりまあ俺の実力だったらこんなもんかな、しょうがないかなみたいなところ、いわゆる偏差値がまあ30だとか40だとかまでは言わないにしても、まあ、50から55ぐらいの間なのかなぐらいな連中ですよね。いわゆる平均ぐらいかなみたいな、でまあこういった子たちはとにかく一日一日コンスタントな勉強時間を積み重ねることですね。なんでかっていうと、そもそも今成績が良くない理由の大部分っていうのは、こうコンスタントな勉強による生産性を上げてこなかったっていうことがまず一番大きいんで、勉強ってね、やり方と内容と量なんでこの3つが揃ってれば、まあまあそれなりにね、これまでの経験がそんなにこう勉強がなくてもコンスタントに成績って上がっていくんで、だからまあやり方、内容、量、この3つをね、まあ、整えながら毎日しっかりとこう勉強時間を確保していくっていう、まあ、先ほどの方にも申し上げましたけど、とにかく以前の森哲チャンネルでも僕が話したように、夏休みまでにね、なんとかねマーチの過去問ぐらいに突入できるようなコンディションに自分を育成できると順調と言えますね。うん、それがまあちょっと今のとりあえずの目標ですね。でその人結局どうだったのか、なんでまあこんな感じになります。まあ普通に社学合格できました。まあ、この子なんか資料2の子なんかは、この子は高校ね、2年生とかがね、2年間うちで頑張ってくれてるんでね、やっぱりまあ時間かけて勉強してくれるとやっぱり助かるし、その黒い線入っちゃってね、失敗してる、そう失敗してるそうなんですよねであとはまあ資料3の子なんかだと、この子もね、まあ時間ないながらにすごく頑張ったんですよ、1年間ね。だけどまあ人科、教育、文庫、社学全滅して商学部を突破するっていうね、まあローラー作戦ですよねいわゆるよくあるね。早稲田って大体受験者数って年間11万人とかなんですよ、例えば今年だと。でその実数って何人なのかって、早稲田大学しか公表してないんですけど、早稲田大学のいわゆるこうオープンキャンパスとかで皆さんがもらう冊子の後ろの方に載ってるんで、で実数はね5万1000人とかそれぐらいなんですよ。じゃあもう複数受けてる人がほとんど。そうそう、要するに平均的に 2. 何学部とかなんですよね。だからそれ以上の学部をこうね受ければ、まあ、確率論的にそれなりに実力があるやつではどっかに引っかかるってことになるわけですよね。でまあちょっと最後にちょっと資料4として紹介したいのがスーパー MVP 君がいるんですけど、こんなケースもあるので、まあちょっと最後まで皆さんね、ここから1年諦めない気持ちを持っていただきたいんですけど、この子なんかはもうほんとね、全ての入試が終わってからというものをもう受かったところが一切ないとマーチも全滅、千里もダメで、早稲田社学も補欠みたいな感じだったんですけど、最後の最後早稲田社学が補欠合格出してくれて、すごい。もともとどれぐらいの学力？この子はね、まあ学力に関しては普通極めて、資料2、3の子とかとレベル的には一緒なんだけど、いかんせんね本番力がすげえ弱かった。いわゆる自分で勉強している時は問題集とかでも点数が出てるし、それに過去問とかやってる時もそれなりに成果出てたんですよ。なんだけどいかんせんね、模試になってみたりとか、あとはやっぱりこう試験本番になってみたりするとものすごいね弱さを発揮するタイプなんですよね。メンタル、まあこれがね何なのかはね、僕もね、いまだにちょっとこう言語化できないんですよ、こういわゆる練習ではめっちゃ成績いいのに試験本番になったり模試になったりするとっていうところがあるから、なんかねこう成績が上がるとか頭良くなっていくとか、そういうことでは語りきれない、なんかねこう結果を出す本番力って、まあ僕が読んでるものはありますね。試合になったらダメになるみたいな。そうなんですよ。本当ね、ちょっとね今日少し資料持ってきたんだけど、うちの塾ねめちゃめちゃ生徒の答案採点しまくるんですよ。こんなあるんですけど、これ去年1年分なんですけど、とにかくこの過去問の演習なんかでもこの子は本当に結果出してたんだけど、なかなか結果こう本番での結果が出なかったっていうタイプなんですよね。そういったタイプの子でも、まあ、結構信じてね最後まで頑張り続けると、まあ、裸足の女神が微笑んだりすることもあるから、ぜひ頑張っていただきたい。そう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 。ってことがあるから、まあちょっとこう諦めずに頑張るっていうのも大事なんだよってことですね。なるほどね。はい。あと最後ね、まあちょっと最近理系のこともちゃんと言ってくれよって言われるんで、まあ理工の話もちょっとしようと思うんですけど、ちょうどね最近親御さんから少しねちょっとご連絡いただいて。で、まあちょっとこんなメールをいただいたんですけれども、まあね、息子が早稲田理工に合格しましたと。で、どうしても理工に受かりたいっていう思いで浪人しました。それを叶えてくださったのは皆様のおかげですって。そしてたびたびコンサルしていただいた、おめえはいねえ。浅井先生、どんな時も質問に乗ってくれた荒川先生とかね、なんかもう先生の名前出して、こう結構感謝の手紙とか来てくれたんですけど、やっぱ間違いメールだったってことですか？間違いメールじゃない、間違いメール。すげえ、精密な間違いメール来てるけどまあ理工を受かりたい方っていうのは、まあ、何が大事かっていうと、まあ、やっぱり設問への粘りですよね。理工学部行きたい人はそこまでね文系の人たちと比べると問題数ってねそんなに多くならないんですよ。なんだけど、こう設問への粘りとそこを突破する突破力みたいなものが重要になってくるんで、だから結構、まあうちの生徒なんかもこうやってそうだったんだけど、難しい問題は夏ぐらいからは結構皆さんぶちゃってくると思うんですけど、ぶち当たってくるね。ぶちゃってくるからね。まあ自分のね塾の先生とか予備校の先生とかを使ってわからない問題をちゃんと潰すってことね。それがまあ大事ですね。ぶちゃって潰す。ブチャラティあともう一個大事なことがあった。ブチャラティで思い出した。理科2科目なんですけど、理工学部ってね実は早稲田理工だけが4科目なんですよ。慶応もあと東京理科大とかマーチ理工系も全部3科目なんですよね、基本的にね。だから、まあ、理科どっちを勝負科目にするかってことも大事で、まあよかったらうちのホームページの上岡先生の数学のページとかにはあとちょっとで理工に落ちた人たちの成績開示データなんかがあったりするんで、それよかったら見ておいてほしいんですけど、理工学部には受かり方の方程式があって、まず数学ができないと絶対ダメなんですよ。数学がもう勝負なんで完全に。で英語はね平均点以上取れたらもう OK。 あんな問題解けない。そうそう、ニックも苦戦してたしね。解けません。でね理科2個あるんだけど、どっちかを攻めどっちかを守りにすることが大事なんですよ。要は理科どっちも頑張ろうとするとパンクしちゃうんですよ。でいわゆる早稲田以外が3科目だから、どっちかを勝負科目にして、でその勝負科目の方でこう点数を取ると。で守りの科目の方はもう早稲田だけでしか使わないから、平均点より上を取れてれば OK だよっていうところで、結構自分の得意を見据えてこう対策とね、それに対する時間をかける必要性がありますね。じゃないとちょっとこう使いもしない科目にあんまり時間かけすぎてもしょうがないんでね。なるほど、はい、その作戦はありですね。ありなんです。ありありベデルチ。さよならしてる。はい。なるほど。こうやっていろんな逆転合格とか、まあいろんな合格の仕方があるってことですね。はい。そういうことですね。そういったいろんな人のニーズに合わせられるのが早稲田合格塾をよろしくお願いいたします。さあそんなお茶目なんですね、平さんの早稲田合格塾、はい、概要欄から見ていただければいけますので、どうかチェックしてみてください。はい。なんか最近はね YouTube チャンネルもやってるらしいので、そちらも貼っておきますので見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.